疲れた。お店がやってた日で。いや、よかったよ。おいしいね。頑張ったね。やった。お疲れ様です。うまい。最高だ。最高ですわ、これ。いや、美味しそう、マジ。鶏とか豚が多かったからさ、うん、牛が、そうね、美味しいかなと思って。いやー、いい旅でしたわ。楽しかったね。楽しかった、マジ。あっという間すぎた。ね、早いね。で今回ね、いろんなところゆいちゃんが案内してくれたのもすごい助かったし、時間が濃かったね。すごい。そうだ ね。日本ではなかなか体験できない時間だ。しかもなんかももさんもいろいろ調べてくれてたし、クロさんはずっと賑やかにしてくれてたし。うるさかったよ。原因から怒られてた。確かに、ね、ちょいちょいね。よく行ったり前は。ね、プロレスやってた時ね、韓国とか行ってたし、もも、うん、とかクロとタイのソンクランっていう水かけ祭りっていうのがある。はい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 。わかんない。その日はもう水を国民が掛け合うお祭り。なんか聞いたことあるかも、うん、それ一緒に行ったりとか、ね、いいね。今回海外、ももとクロと海外行くの2回目。あ、でも2回目なんだ。なんかもっといっぱい行ってそうな。国内の旅行とかちょこちょこ。ああ、国内旅行行ってるけど、海外は、まあ、旅行っていうか今回まあタイミングがあって、あ、まあそうだね、確かに、まあ、みんなで集まろうみたいな感じだったけど、10年ぶり。結構、まあ、コロナもあったからか、それでなかなか行けなかったんだね。こういう旅行になんかそういう旅行先で女子と一緒に合流するとかは彼女に怒られたりしない？あんま聞いちゃいけないやつだった。もう別れてる。別れてる？別れてんの？もう別れてる。いつ？え、言ってなかったっけ？言ってないよ。今年の1月ぐらい。今年の1月だから、今が3月の中頭ぐらい、2ヶ月前ぐらい。2ヶ月前ぐらいかな。マジ？え、どのぐらい付き合ってて？長かったんだよ。2年半とか。あ、長いね。コロナぐらいの時から。長っ。え、別れてたんだ。これ聞いていいかな。なんで別れたの？去年の厳密に言うと去年の12月ぐらいに、はいはいはい、連絡いつも彼女から大体午前中とかに、はいはいはい、おはようみたいな、毎日それ連続記録でずっとあったぐらい多分くれてたんだけど、2年半、なんかある日来なくなって、え、急に？急にというか、まあなんか、その前に会った時に結構なんだろう、ちょっとすれ違いというか、ちょっとしたなんか喧嘩みたいなのがあって、はいはいはい、でそこからもうパタッと会わなくなって、お互い別れようみたいなのは言ってないんだけど、うん、自然消滅みたいな。あ、そういうパターン。え、何かがじゃあきっかけがあったとかじゃなくて、途端にパタッとって感じだったね。家の鍵とかも向こう持ってたんだけど、あ、そうなんだ、まあ、どうするみたいな話になって、うん、でこっちも向こうの服とか、うん、物とか結構あったけど、うん、それじゃあ送ろっかみたいな感じのやり取りにしてて、え、それは別れようか、うん、別れようとかそういう話じゃなくて、もう鍵どうするみたいなのとかってこと？そうだね、なんか別れるっていうワードは出ずに、出ずに別れた後のやり取りみたいなのが、うん、あるマジで進んでるみたいな。え、それさ、でもさ、2年半ずっと連絡取ってたのがパタッと消えるわけでしょ。結構寂しくない？そうだね、犬飼ってるんだけど、犬のこともすごい可愛がってくれてるし、だから、まあでもしょうがないね。多分俺も全然どっか連れてってあげたりしてなかったし、最初の頃よくいろんなとこドライブしてました。まあ予定が合わなくなっちゃったのね。多分生活リズムとかがじゃあ変わったとか、生活リズムとかもあったかもしれないし、うん、まあいろいろとあったわけなんだ。そうだね。今もは連絡はもうじゃあ一切取ってない状態。今取ってない、ね、取ってないんだ、うん、急に変わるもんなんだね、やっぱそういうのは ね。 そうね。え、じゃあ今はフリーっていうことで。そうですね、もうやばいです。彼女募集中ですか？そうね、袋の宮がやってる場合じゃない。この宮がやってる場合じゃない。誰か宮会、企画お願いできますか？自分のお見合い会を。藤企画してよ。ヒデの見合い会。あの、ヒデのお見合い会だったらなんかすぐ集まりそうじゃない？もうね、今年で40だから、ね、今年で40？ ヒデ、そうだ、ね、今年で、でも見れられないっしょ、40歳に。見られないでしょとかさ、いや若いから大丈夫とか言おうとしてるんでしょ、この中で。そんな、自分がその逆の立場だったら先輩とか言ってたけど、大丈夫っすよ。でも心の中ではおっさんやん、40歳って。これまでだから自分が今立たされている状況っていうのは、うん、ち
ょっと理解してるし、おあじゃあだから本当に次の恋で結婚を考えれるような相手を見つけられたら本当にこのままじゃ一生一人身で孤独死を抱えてしまうんじゃないかなと思うから、だからそこはね、今までのいろいろこだわりだったりとかいろいろ変えていかなきゃいけないなっていうのを結果感じます。なるほどね。じゃあ結構ガチで結婚願望は今ある方なんだ。結婚願望あるというか、いい人いたら結婚したい したいなっていう。周りが今モノとかクロとかもそうだし、あとイッチとかもそうだし、はい、周りが子供がね、みんな大きくなってきてるから、そういうのやっぱ女の子欲しいからさ、女の子と一緒にデートしたいね。そのあひでいいパパになりそうだね。女の子生まれて俺めっちゃパッチリ二人なのに、なんで私は一人なのって言われてちょっと気まずいなってでもそしたらだから、まあ、お母さんに似たんだよみたいな、はいはいはい、お母さんめっちゃ一人だったいや誰やねんみたいな。いや間違いない。ヒデの彼女募集はコメント欄でコメントしてもらう。いいよいいよ。もうそれ来なかったらさ、下噛むよ。下噛む。じゃあ今彼女別れたっていうことで、結婚というかいい人がいたらいいなっていう感じだね。そうですね。それは切に。これなんかあんま知ってる人いる？いやあんま言ってなくない？言ってない。てかそうそうなの。でブログで、ね、その書いたのよね。彼女できました。はい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 。それがなんかニュースになって、その周りからなんかおめでとうみたいな感じになって、それ以来だから、だからなんか書きにくくて、こういろいろ応援してもらってた感じが自分の中であったから、まあみんな時間経ってるからその忘れてるだろうと、だからなんとなくねまだ書けてないから、だから逆に聞いてもらえてよかったけど、ね。深掘りしていいですか？深掘りするならば、恋愛の旅を19の時に2年間した。で19歳ってめちゃめちゃ青春の時、一番人が成長する時期に2年間の旅の旅をした。すごいね、それそう考えると。めちゃめちゃいい経験だとは思うんだけど、でもそれが板についちゃってるから、なんか真実なのを見つけなきゃいけないみたいな、なんか十字架みたいなのが自分の中にあるかもしれなくて、だからすごくそれらめんどくさい。わそれめっちゃそういう足かせになってるのかもしれない。もう本当に好きになんないと結婚しないというか、なんつうんだろうね、もうなんか本当に真実のこれが愛だみたいな感じれる恋愛を求めちゃうみたいな感じだよね。あ違うちょっとよくわかんない。そうだよね。それ結構あるんだよ、ね、確かに恋愛感作ってるよね。多分なかなかいないよね。同じようにみんな付き合ってたら好きなんだけど、結婚とか真実の愛とか、その人生最後の愛みたいな、なんか難しく考えすぎちゃうとこあるのかなって。逆に愛の参加してなかったら、周りのやっぱ山梨なんだけど、山梨周りの田舎の友達とか結構めっちゃ早かったから、逆に早く知ったんじゃないかなとか思う時もあるし、それはね、言い訳みたいな、なっちゃうんだけど、でもそれを、もう壊すというか、もうなんか、考えずに、大変だね。いろいろ難しく考えて、とっつきにくくなっちゃってるとこ絶対俺あると思う。あ確かに気軽に恋愛ができない感じ、なんかね。相手に気遣わせちゃったりとか、難しい人だなとか思われるって一番ダサいと思う。なんか今の時代と思うから、前の彼女はすごい気が利いて、性格もすごい良くて、すごい逆線もあって、あそう逆線はすごい大事、笑うツボとかさ、はい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 、よかったんだけど、結局俺そういう結婚の話とか一切なかったし、しなかったし、自分から意図的にしなかったしなかったし、彼女が別々に住んでたんだけど、まあ、就職するみたいな感じで、一人暮らし始めるみたいな。時に、まあ、一緒に住みたいなみたいな話があったんだけど、ああ同棲しようみたいな、別々に、でも別々がいいんじゃないみたいな、あそれはヒデが言ったってこと？そうだね。そういうところ、ね、それはなんで別々がいいって？今住んでるのは前の奥さん住んでた時に 3LDK 住んでたんだけど、それ別れ離婚しちゃって売っちゃって、3LDK なんだ、はいはい、完全に間取り的な、でその前のそのさらに前の彼女同棲してたんだけど、それでやっぱうまくいかなかった。あ、そうなんだ。やばいよね。その話だけ聞くと恋愛不適合者みたいな。確かに。やばいよね。それ客観的に最近感じるようになってきて。ああ、そうなんだ。やばいのかな。同棲すると合わないってこと、そういう感じじゃないか。同棲してきてるもんね。子供がいたら多分違うのかもしれないけど、そこまで踏み込めてないっていうのが。でも一個一個長いのにね、すごい長く付き合うのにあれなんだね。そうだね。あとは彼女が若かったっていうのもあるしね。それは前の彼女は何歳だったの？24。
24、あ、まあ確かに若いね、うん、そっか、はい、会った時ウージいたからね、いいの、覚えてる覚えてる、覚えてるでしょ、うん、で、すごい性格良かったでしょ、なんか気配りとかさ、顔はね覚えてないけど、すごいね、ノリが良かった感じで、そう、気配りがすごいできる子だった、そう、性格良かった、うん、性格めっちゃ良かったね、でもかといって、こうなんかもう一回売りを戻したいとも言わないし、言えてないし、まあ言わなくていいかってなっちゃってるから、え、もう未練とかは特にない、ちょっと戻れんだったら戻りたいなっていうのもあったりはする、今はないかな、あ、今はないんだ、ないし、向こうもないと思うし、あ、そうなんだ、でも確かに性格良くて明るい、明るいというか、なんだろうな、本当に気配りができて、気配り、そう、すごい性格良かった、逆線の後会うの本当におもろかった、俺もなんか面白いところ引き出してくれたりとかして、結構いじったりしてくれてたから、あ、女子でいじってくれるのいいね、いじってくれるのいいんだよ、その、うんうんうん、確かに確かに、結構いじられる方が好きでしょ、そうだね、いじられる方が楽っていうか、なんかあんまり容赦されてもなんだろう、そういうキャラに走っちゃうでもあれじゃん、こっからどうなるのか、まあ、でも本願望もねあるから、いい人が現れたら、うん、そうだね、まあバツイチのまま終わりたくないしね、いじゃあムクロさんと一緒にお見合い会やっぱやるしかない、マジか、そこかその結末か、そう、フィナーレそれだったから、ムクロお見合い会のじゃあ俺裏方もあってたけど、実は最後同じステージに立つんだ、うん、2人で一緒に 2-2 で合コンみたいな感じなやつを次好きな人被って戦うんでしょ、そう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 、で最後握手する、どっちと付き合いますかで、ね、こう握手してもらって。それでやって感じで、じゃあお願いします。じゃあ最後に何か今日今日最後のあの韓国旅行最後の今日最後の夜ご飯なんで、今日これでもう終わるので締めてもらって。あのカジノで旅費全部取り返します。はい、ということで本日のゲストは今川哲夫さんでした。いや間違いない。はい。